ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、ミッドサマーって見た？いや、見てないな。興味はあるけど、霊夢は見たのか？うん、サブスクに配信されてたからこの前見たんだけど、思ってたより怖くなかったんだよね。そうなのか？正直もっときついのかなって思っててちょっと期待外れだったかな。なるほどな、となると霊夢はもっときついホラーが好きなんだな。好きというか、たまにそういうのが見たくなるんだよね。じゃあそんな霊夢に今日はとっておきの映画でも紹介しようか。とっておき？過激な内容すぎて上映禁止になった映画5000だぜ。激しすぎて逆に見れないやつ。っていうか過激すぎる作品ってもしかして古い洋画ホラーとかの話をしてくれるの？いやいや、もうそんな出尽くした話をしても面白くないからな。今回話すのは全部邦画だぜ。しかも平成に入ってからのを選別したぞ。邦画でそんなに過激なものってあるんだね。知らなかったよ。だろ？ちょっと知りたいって思うじゃん。うん、確かに。それじゃあ紹介していこう。ゆっくりしていってね。まず一つ目の作品は、2009年公開の映画。この作品は邦画では珍しい本格スプラッター映画で、ホラー好きをも困惑させた作品だ。まさかの一つ目のタイトルから伏せ字来たこれ。今回は伏せ字が多いからな、こんなので戸惑っていたら話が進まないぜ。心得たわ。ところで私ホラーとスプラッター映画の違いがわからないのよね。紹介の前にどう違うのか教えてほしいかな。了解したぜ。結論から言うとスプラッター映画もホラー映画のジャンルだな。ただ、スプラッター映画の特徴としては生々しいシーンを筆頭に、明らかに誇張している過激な表現などがスプラッター映画として定義されてるぜ。なるほど。じゃあスプラッターもホラーとしてカウントしていいんだね。いいぞ。それじゃあ一つ目の映画の内容を紹介するぜ。了解。まずは作品のあらすじだ。付き合ったばかりのカップルが突然デート中に謎の男に連れ去られてしまう。目を覚ますとそこは薄暗い部屋だった。謎の男は愛を知らないらしく、二人の愛を確かめたいと、ありとあらゆる〇な拷問を始める。その内容はここでは紹介できないような凄まじいシーンばかりで、それはもう見ている側も不快でしかない映画となっているぞ。内容も紹介できない映画って前代未聞だわ。本編の9割が細かく言うだけでもアウトな映画だし仕方ないぜ。あ、ちなみに R18 指定な。当たり前だよ。そしてこの作品の特徴としてはまず登場人物の少なさだな。何人なの？ 6 人とか？ 3 人だぜ。想像以上に少なかった。そうなんだよ、たった3人しかいない上に、本編のほとんどが地下室の一室で行われているため、全体的に見て非常に閉鎖的な映画となっている。ふむふむ。また同じスプラッター映画でもそうやホステルと違ってストーリー性が薄く、ただただ痛ましく過激な描写が約1時間垂れ流されるという内容だな。1時間ってことは結構短い映画なの？ああ、この作品の上映時間は69分だ。ほとんど拷問しかないじゃん。そうだぞ。で、この映画だけどイギリスの倫理協会から、ほとんどの場面で過激な描写しかなく、最後まで動機の説明がない。自らの目的のための見せ物のサディズム、と言われ、イギリスで上映禁止と DVD の販売禁止、Amazon でも販売が中止となった。えらい散々な言われ方されたんだね。また、18歳以上という成人指定の上映にもかかわらず、禁止になった映画は過去4年間で。たった3作品しかないという理由から異例の措置とも言われていたそうだぜ。もうどの映像媒体でもアウトなのか。もともとこの監督はホラー映画の監督で、呪霊、ザ・ムービー、黒呪霊や、口裂け女などを手掛けていた白石浩二監督なんだよ。なるほど、がっつりホラーものね。最近のだと貞子 VS かやこや、地獄少女なんかも手掛けているな。それは私も知ってるやつだわ。で、イギリスでの上映禁止の通告を受けた白石監督は、なんちゃって様式派な方々の気持ちを逆なでするよう極めて良心的に作り上げました。遠くの異国の地から狙い通りの反応が返ってきて大変嬉しく、名誉に感じております。と、コメントしていたぜ。監督のウッキウキさが伝わってくる一文ね。つまりもうただただスプラッター映画を作りたかったということなのかな。そういうことだろうな。まあ映画っていうのは見た人がどう受け取るかってところも面白いが、映画を見た人のレビューを見ると、観客はなんで俺たちなんだという被害者の疑問と同じになると感想を書いてたな。だろうね。何よりかわいそうなのが理不尽に痛めつけられるこのカップルだよ。そうだな、カップルはこの日付き合ったという設定だから初デートが地下室で拷問だぜ。
最悪すぎる。ストーリー性や登場人物の好みがなく、ただひたすら怖い、痛いという作品を見たいならこれが一番だな。いや、遠慮します。二つ目の作品は1992年公開の映画少女椿だ。あれ、なんか聞いたことあるかも。これはアングラ好きからしたら結構有名な作品だぞ。あらすじはこうだ。主人公の少女緑は病気で母を亡くして孤児となってしまう。緑は困ったことがあったらいつでも相談においでと言っていた男性の元へ訪ねると、そこは見せ物小屋で、緑は下働きとしてこき使われる日々を送り、という内容だ。ふむふむ。これは当時発行されていた漫画雑誌、月刊漫画ガロで1984年に、単行本を発行されて以来、現在でもサブカル、アングラ好きの若者を中心に読み続けられている、人気漫画のアニメ映画だぜ。ガロ、もしかしてガロ系っていうジャンル？おお、よく知っているな、霊夢。私も多少の知識はあるのよ。そうかそうか。ガロ系とは漫画雑誌ガロに掲載されていた、アングラ漫画ないし特殊な漫画家や作品、またはそのような作風を表す言葉だな。ガロに乗っていそうという作品もガロ系と呼ばれることもあるぞ。説明ありがとう。どういたしまして。そして少女椿の作者はガロ系のファンの中ではかなり有名な、丸尾末広さんという漫画家だ。後に丸尾氏の代表作とも言われているな。なるほどね。でも少女椿って結構いろんな人が知ってるから、聞いてるだけじゃそんな過激な内容に思えないんだけど。そうだな、知名度がある分そこまで過激じゃないと思うかもしれないが、実は国内で上映禁止になったんだ。え？日本の映画なのに日本で禁止になっちゃったの？それはもともと劇場公開を前提として作られていないということもあって、原作の漫画を忠実に再現した結果だな。詳しい理由についてはこれから話していくぜ。わかったわ。でも劇場公開をしないなら、一体どこで上映していたの？神社境内や地下室など閉鎖的な場所でゲリラ興行していたんだ。上映にあたって紙吹雪やスモークなどをその場で演出するという、粋な施工をしていたらしいぜ。へえ、なかなか凝ってるのね。ちょっと楽しそう。だよな、でも本編の内容は全然明るくないぞ。いかんせんこの見せ物小屋での描写がかなり過激でな。ガンやバリゾーゴンに、思わず目を覆いたくなるようなシーンもあって、まさに、の極みとなっている。それに話もきくり返し開会で、ある意味幻想的とでも言える作風が特徴だな。その内容で紙吹雪はどこで使うのよ。いいツッコミだな。そして海外公開に踏み切り、1999年、スペインのサンセバスティアンで行われた映画祭で上映する。しかしその後、成田税関でマスターフィルムが没収、破棄されてしまい、以後国内輸入禁止、上映禁止となってしまった。お、ついに上映禁止の理由が明かされるのね。ただ残念ながら禁止となった理由は非公開だ。理由が非公開とかそんなことあるの？あるみたいだな。ただ一部では同年に成立した児童ポルノ法に引っかかったのではないか、という説が出てるみたいだぜ。なるほど、ちなみに主人公の年齢はいくつなの？明確な設定はされていないが10代前半だ。アウトですね。アウトだな。そして2004年に東京の映画祭にてファン投票で1位を獲得し、特別に上映されるものの、警察の要請により以後8年間の上映が禁止されるという、何かといわくがついた映画となってしまった。そこまで行くとちょっと見たいかも。だよな、でも日本では DVD 化がされてないんだ。だから内容が知りたかったら原作のコミックスをおすすめするぜ。OK、気になるから後で本屋さんに行ってみるわ。さてさて3つ目の作品は、皆さんお待ちかね、2000年に公開された希代の問題名作映画バトルロワイヤルだ。来たわね、私も知ってる作品が。ああ、満を持して登場だぜ。マリサ、あらすじの紹介よろしくお願い。了解だ。暴走する少年たちを恐れた大人たちは、毎年全国の中学3年生のクラスから、一つのクラスを選別し、生徒が一人になるまで〇〇をさせる。新世紀教育改革法、通称 BR 法を制定された。そして主人公の七原がいる白岩学園中学の3年 B 組が不運にも選ばれてしまい、というあらすじだな。そうだったわね、懐かしいな。でもこの映画って社会的に取り上げられてただけで、上映禁止とまでは言ってないんじゃないの？甘いな霊夢、この映画は日本では R15 指定で公開されていたけど、韓国、アメリカ、カナダ、ドイツなど様々な国で上映禁止になっていたんだぜ。一つ目の〇〇より禁止になってて草。やっぱりあの内容だから？そうだな、アメリカとカナダに至っては公開されるまで11年もかかっているぞ。それもう発禁じゃんよ。そういうことだろうな。
まずテーマが中学生同士のだし、キャッチコピーも、ねえ、友達ある？だからそもそもアウトしかないぜ。今の時代ならキャッチだけでもアウトだね。だな、しかも監督は登場人物と同じくらいの年齢の子たちに見てもらいたいという理由もあって、年齢制限をかけたエイリンと一悶着もあったというエピソードまであるぜ。おう、なんていうか、大変だったんだね。霊夢、語彙力が足りてないぞ。公開当時はその過激すぎる内容に日本国内でも物議されたが、逆に話題となり興行収入が 31.1 億円、翌2001年の邦画興行収入ランキングも第3位と大ヒットとなった。この内容でよくそんなにヒットしたもんだよ。出演している俳優陣も超豪華だしな。主人公の七原を演じる藤原竜也さんや、凄まじい演技力で観客を恐怖に落とした柴咲コウさん、エヴァンゲリオンシリーズのアスカ役である声優の宮村優子さんなど、今じゃ考えられないようなメンツ揃いというのも特徴だな。また主題歌もドラゴンアッシュというこれまた大人気グループを起用したのもあって、若者を中心に絶大な支持を得たぜ。ビートたけしさんもまたいい味出してるんだよね。そうそう、あの独特な雰囲気がさらに怖いんだよな。過激さはあるが、ある種革命的な内容だったため、その後の作品のパイオニア的存在とも言われている。そのためか一部では上映禁止にはなったものの、意外と海外のファンも多いんだぞ。海外からの支持もちゃんとあるんだね。バトルロワイヤルは動画配信サービスでも視聴可能だからな。まだ見たことない人は一度見てみるといいぜ。四つ目の映画は2001年公開の1だ。またタイトルで伏せ字。今回は内容が内容だからな、タイトル伏せ字が多くなるのもやむなしだぜ。そうだったわね、理解したわ。そしてこれも過激さは負けず劣らずの作品だな。ほほう、どういった内容なの？1は週刊ヤングサンデーにて連載されていた漫画の映画化だ。舞台は欲望渦巻く歌舞伎町、そこには1を率いる半グレ集団と、柿原を率いるの安城組との攻防を描く作品なんだが、いかんせんこの1が究極のサジスト。一方柿原は究極のマゾヒストで、1に痛めつけられるシーンなんて拷問そのものだ。タイトルの1は人物名の1だったのね。そうだぞ、続きものの1ではないから注意だぞ。こういう危ない人たちがテーマの作品ってことはアウトレイジみたいな内容なのかな？確かに危ない人たちのバトルがメインの話だが、この作品は北の映画や任侠映画とは次元が違う。というと、まず1は人を瞬間に勃起するド変態で、彼の行為は G 行為と同じなんだ。そして柿原は、痛みを常に求めているド変態で、自分の理想的な絶望を感じさせてくれそうな位置に興味を持ち始めていく。理想的な絶望ってもはや意味がわからないよ。表上サディスティックな様子を出しているが、実際は生死をさまようくらい痛々しいシーンがわんさか出てくるぞ。さらに柿原は口元にピアスをしているんだが、その口元は実は裂けており、ピアスを外し裂けた口を全開にしたシーンはホラー以外の何物でもないから必見だぞ。いや見ないので大丈夫です。それは残念だぜ。究極のサドと究極のマゾ、それ絶対掛け合わせちゃダメなやつだよね。だな、もう性癖とは何ぞやって言いたくなるぜ。この作品もスプラッター要素が満載だし、中にはあまり見ることのないボディサスペンションのシーンもあるぜ。ボディサスペンションって？簡単に言うと皮膚にたくさんの釣り針を刺して吊るし上げる行為だな。これ自体は実際の SM ショーや、SM よりさらに過激で刺激の強い、フェティッシュショーと呼ばれるショーなどでも行われているぞ。ひえー、もう聞いてるだけで全身が痛いよ。かなり痛々しいぜ。そういった過激な内容だからか、エイリンから R18 指定を受けてしまうんだが、描写で成人指定となった作品はこの映画が初めてという異例の措置を受けているな。成人でも見られないんじゃないの、これ。そうだな、まあかなり人を選ぶ作品ではあると思うぞ。それでノルウェーでは映画の内容が影響力のある、描写であると判断され上映禁止になり、2009年に行われたストックホルム国際映画祭で鑑賞中の観客2人が嘔吐、気絶するという事例まで起こり、現在でも厳しく禁止されているぜ。私もスクリーンで見たら絶対気絶しちゃうと思うわ。さあいよいよ最後の映画の紹介だ。もう最後というかやっと最後というか、すでにお腹いっぱいなんだけど頑張って聞くよ。それはありがたいな。最後は2006年に公開された、インプリント、ボッケー、協定だ。なんだか変わったタイトルだね。元は岩井志麻子さんの小説で、タイトルのボッテー、協定は岡山弁で、とても怖いという意味だそうだ。知らない言葉だなって思ってたけど、方言だったんだね。それでどういった内容なの？
時代は明治の日本、アメリカ人記者のクリスが身請けを約束した女郎の小桃が失踪した。クリスは小桃を探すために島全体が女郎と馬しかいない遊郭島へ訪れるも、彼女がすでに亡くなったと知らされる。そしてクリスは小桃が亡くなった真相を島の女郎から聞かされる、といった内容だな。これまた閉鎖的なお話だね。そうだな、花魁かける孤島かけるホラーと、かなり設定を詰め込んでいるぜ。ちなみにこの作品はアメリカと日本の合作みたいなものだ。それって合同制作ってやつ？合同と言っちゃ合同かもしれないが、この映画はマスターズ・オブ・ホラーというシリーズの中の一つの作品で、このシリーズでは13人の有名ホラー映画監督が集結し、アメリカのケーブルテレビ用に制作された各種1話完結の短編映画集だ。だから配給はアメリカだぜ。なるほど、オムニバス的な映画ってことね。そういうことだな。映画の特徴としては言葉はすべて英語になっていて、字幕に日本語が映っているぜ。じゃあ役者さんも海外の人とか？いや、クリス役の俳優以外は全員日本人だぜ。ほほう、ちょっと面白そう。このボッケー、協定では日本の三池崇史監督が抜擢されて、実質三池監督のアメリカデビュー作品となった。ちなみにこの監督は4つ目に紹介した、H の監督でもあるぜ。そうだったのね、アメリカデビューすごい。また、拷問シーンでは原作の岩井島子さん本人が登場しているぞ。彼女の役は拷問師で、その演技は身震いするほどリアルを追求している。しかもその内容が、日常生活で感じうる痛みなんだ。だから見ている側も痛いと想像できるのもこの映画の面白いところだぜ。聞きたくないけど、どういった拷問内容なの？そうだな、針を刺す場所が指や歯茎といった具合かな。歯茎に針、痛いよ。これを見た後に歯医者は行かないことをお勧めするぜ。それでこの映画、ケーブルテレビという比較的放送コードが緩いところでの公開にもかかわらず、内容があまりに好きなためアメリカで放送中止となった。アメリカで公開するために制作したのに放送できないって本末転倒だわね。それな、その後日本でもエイリンに審査企画が意図され、ほとんどの映画館で上映禁止となり、唯一渋谷のシアターイメージフォーラムのレイトショーのみで一時公開を許されたそうだ。もちろん R18 指定だけどな。内容が内容だから仕方ないかもしれないけど、レイトショーで見るのも勇気がいりそうだね。さらに言うと痛々しいシーン以外にも日本特有のホラー演出もされているから、ジャパニーズホラーファンからは支持されているそうだぞ。見に行った人を心から尊敬します。さて、霊夢。紹介した映画で気になった作品はいくつあった？正直どれも怖くて見れなさそうだよ。でも岩井島子さんの迫真の演技だけは見てみたいとも思ったかな。お、いいな。じゃあ早速 DVD を借りてこようぜ。え、今から見るの？ちょっと心の準備が。こういうのは気になる気持ちを尊重した方がスッキリするぞ。さあ行こうぜ。マリサ、待ってよ。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。